こんにちは、ずんです。今日は松本一成プロにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画はドライバーの飛距離アップやったんですけど、今回はアイアンの飛距離アップやっていきたいと思います。じゃあ、いいですか、早速。はい、早速、はい。まあ、ドライバーとアイアンの飛距離アップってやっぱり、はい、ちょっと違うところに着目して、まあ、特にあの見てくださったらアマチュアゴルファーの方々がここを直した方が番手通り、番手以上にやっぱり飛ばない方が最近見てて多いので、ドライバー飛ぶけどアイアンがあまり飛距離が出てない方っていうのを見ることが多いので、まあそういったアドバイスをジュンさんに実際に受けてもらって見ていただくという形でやっていきましょう。はい、アイアンもね、もうちょっと飛ばしたいんですよね。やっぱり番手通りぐらいには。そうですね、5ヤード、10ヤードぐらいはなんか伸びないですか、普通アイアンで。それぐらいは伸ばしましょう。はい、はい、10分ぐらいのレースなので、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。綺麗なスイング、キャリー115ヤード、うん、トータル130ヤード。ちょっともう2球ぐらい打ってもらってもいいですか。そんぐらいだと思います。キャリー111、トータル127。さっきの名残がクラブスピード速いですね。どうですか。速い速い。絶対さっきのドライバーの打ち方になってめっちゃ飛んでますもん。絶対でも7番でいつも130ヤードぐらい、うん、さっき1球目とか残りすぎて130ヤードぐらい飛んでます。何やろ。 OK、 140飛ばしますか。140、はい。ちょっと僕がアイアンを返していいですか。はい、お願いします。1番はですね、基本的にアイアンが番手通りに飛ばない方っていうのは、一番やってるアドレスでまずやってしまってる、やってしまってるというのはわざとやってるんだったらいいんですけども、まっすぐ構えちゃってる人が多いです。ここがクラブ真っ正面だ。あー、なるほど。スクエア、うんうんうん、もう全部中心みたいな。そう、全部中心でこのまま、うんうん、そうすると何が起きるかというと、ハンドファーストに当たらないんです。当てにくい、うんうん、もしくはハンドファーストにまっすぐで構えた状態で、ま、うん、っすぐで構えた状態でハンドファーストするとフェースって開いちゃうんです、うん、基本的にはこの当たってる時のロフト角で球の高さやスピン量とか球の強さっていうのは決まってくるので、うん、フェースが少し立って当たった方が、ま、強い球が出ますので、基本的にハンドファーストで当たるっていうのがマストですね、アイアンに飛ばしたいんであれば、うんうん、そしてハンドファーストにした時にフェースがこう開いちゃうと、うん、上右上にこう吹けてしまうので、うん、まあ、まっすぐここの、ね、フェースの向きがまっすぐのままフェースを立てる。すごい簡単です。このままこう置いてここで握り直すだけ。すごっ。そうすると、多分普段よりも若干閉じて感じると思うんですよ、フェースが。まっすぐ構えてる人からするとですよ。僕も昔ね、飛ばなかった頃はこういう風にアドレスしてたんですよね。全部まっすぐで、グリップも、これウィークが僕まっすぐだと思ってたんで、なら昔ね、そのゴルフやってる頃は。このままこう置いて、ここからスクエアにこう握って、この状態。だいたい左腕からシャフトからクラブも全部一本になるような感じですかね。こういう状態でフェースが少し左を向いてるように見えるぐらいな感じで構えて、うん、このまま普通に打てば、はい、はい、このままここにこうハンドファーストになるようにこう構えて、少し左を向いてるような感じから左腕がシャフトから一歩になってるような状態で、このままこので回って打つような感じ。いい音。そうするとそんなに
その当たってる時のこのダイナミックロフトっていうところが、ダイナミック、あ、スピンロフト、ダイナミックロフト、まあ、これ当たってる時のロフト角なんですけども、まあ、この辺が20度前半ぐらいで当たるような感じになると、ジオンさんがだいたい 28.4 度とかだったのが、これが多分僕の数字の24度ぐらいになってくると、また飛距離が少し伸びてくる。ちょっと上に上がってるってこと？まあ、そうですね、ちょっとこう開いてっていうかね、こうロフトが作られて当たるような感じになってるんで、もう少し立ててもまだいいかなっていう感じですかね。もっとやっちゃっていいんだ。もっとやっちゃっていいです。もっとで、飛距離を上げるには立てるってことですか？そうです。私も、でも私こんぐらいなんですけど、はい、もっとこんぐらい、あ、それぐらいですかね。そうです。これぐらい、ここの左腕がこう一本になるわけ。それぐらいで、こんぐらいでしたね。はい、そう、注意か。で、これぐらいとしよう。これぐらいね。はい。で、バシッ、バシッ。打てたんです。はい。まあ、アドレス変えるだけで。はい。ちょっとやってみます。はい。こんぐらい。これ安い。え、もう全然全然。はい。行ってみます。お願いします。うん。もう一球。何球か打っていきます。134。そうそう、おー、来ましたね。140ぐらい、139.9。でもまだ26度、まだ26、そう、これが23、4度ぐらいになるともうちょい、これやっぱ耐えられないのかな、まだ。そう、これ一番難しいのが、ちょっといいですか、はい、アドレスでこの角度を作るじゃないですか、うん、やっぱりこう作った角度を元に戻したくなっちゃうんですよね。やってる。このままその場で回っちゃう、はい、自分の軸があったら、アイアンの場合は飛ばしたければ飛ばしたいほどその場で回っちゃう。その場でこう腕をこう使ったりしない。その場で回る。そう、回る。149ヤード。じゃあちょっとやっぱどうしてもこうなっちゃってるんですね。こういう風にね、上体が起き上がったりすると体って開いちゃうんですよ、うん、前傾角度をキープ、アドレスをまず最初にそれ作るじゃないですか、はい、その状態を崩さずその場でくるっと回ってたり、そう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 です、そうです。そうすると手首の角度もキープしやすいので、はい、アイアンのその毎回同じ角度で入りますし、飛距離も安定して出せるっていう風になるので、アイアンの飛距離アップにつながっているかなって感じです。あ、これは嬉しい。教えるのがすごい上手ですね。いやいや、とんでもないです。めっちゃわかりやすい。すっごいわかりやすい。でも普段はね、レッスンされてないそうなので、まあ YouTube でねお願いします。やってみてください。多分 YouTube でも同じような感じ です、ね、すごいわかりやすい、はい、今日あの自分でできやすいような、多分レッスンになるんじゃないかな、ね、シンプルをモットーに。ジュンさんすごいですね。アイアンこれでも私なんかクラブ変えなきゃいけないかなと思ってたんですけど、いや全然多分まんまいけると思いますよ。はい、もうでもいいのかな。でもまあ企画で企画でちょっとぜひうちのアイアンをというメーカーさんいたらぜひお願いします。お願いします。すいません。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。一星くんすごいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。またねー。